さ、中京テレビ出とってさ、この人がさ、東海テレビ出とってスイッチして国分大使と一緒に出てるやんね、あの人。で、俺テレビ見とってさ、偶然さ、電車とか時間あってさ、猛ダッシュできたらさ、おってさ、俺画像も写真も撮ってもらってさ、今さ、なんか俺が来た瞬間にさ、解除になったのがさ、じゃあ、あの人マジ美人なんだって。美人だから俺好きやな、マジで。他先に来たんだよ。で、あの人、名古屋のテレビやね、東海テレビって。マジで。俺、なんかストーカーみたいになってるよ、これ。マジで俺初めてやね、あの人、完全に盗撮になってるもん。じゃあ、あのね、船でさ、来たんだけど、あいつは全員スタッフとか名古屋だもんね。でもね、あの黄色がね、プロデューサーだ。俺まさかさ、一緒に画像撮ってもらえるとは思わなくてさ。でもさ、あの船で多分どっかってか行くんだろうね。だから、ちょっと俺さ、今までさ、あ、じゃあ行った。ほら、あの人は行った。あの人すげえマジで。絶対アナウンサーなんて、正直さ、アナウンサーには芸能人以上じゃん、もう。なん美人っていうのは絶対じゃん。ちょっと俺あんまさ、こういうの好きじゃねえんだけど、実際はおかみに迎合するっていう感じじゃん。その実際は違う、俺ただ単に美人でさ、俺もともとめっちゃ好きだったもんで、だってさ、画像せめて遠目からでもと思ってさ、思い出してきてさ、でさ、一瞬多分さ、そう、俺アナウンサーとかなんて会ったことないもんで、多分すっげえ冷たくあしらわれるんだなと思って、行ってさ、ちょっともうここ思いっきり行くしかねえと思ってさ、近寄って言ってさ、何普通に写メ撮ってさ、あれさ、こっち向いてさ、笑ってくれてさ、しかも一緒に画像撮れたやんな。半端なかったマジで。それでこれはね、びっくりだわ。一瞬の前画像撮っちゃったでな。あ、贅沢するとね、次あ、こいつらが追ってるわ。こいつらがね、じゃあさっきもこいつら追ってた近くに。ただね、東海